5月18日からの総会では加盟国がちょうど新型コロナウイルスの封じ込め策を議論する予定しかし新型肺炎疫情发生以来台湾民進党当局利用疫情大搞政治操弄在国际场合持续炒作台湾所該参加市委大会問題 WHO 非加盟の台湾が参加することに強く反対する中国背景にはこんな経緯今から4年前までの馬永久政権時代進駐路線だった台湾は 議決権を持たないオブザーバーとして WHO 総会への参加を認められていたところが2016年中国からの独立志向が強い蔡英文政権が発足すると2017年から WHO 総会に招待されなくなった台湾人民拒絶一国兩 2020年1月に再選した蔡氏は中国の一国二制度を改めて拒否それに対し中国はあくまで一つの中国を掲げ台湾は WHO に参加できないままにそして当の WHO はそして。 また、それに先立って、WHO トップのテドロス氏は突然、こんな発言を。 Giving me names, black or Negro. Three months ago, this attack came from Taiwan. We need to be honest. I will be straight today. From Taiwan. And Taiwan, the foreign ministry also, they know the campaign. middle of all t 批 a t insult and slur. 台湾被嘲笑和批评。对此，台湾做出了强硬的反応。谭赛德干事长他未经查证，无端地对台湾进行不实的指控。我国政府严正的要求谭赛德干事长应该を立刻更正。 他豪根據的指控,立即澄清,並且向我國道歉。Today well, I want to call upon all nations including those in Europe to support Taiwan's participation as, as an observer at the World Health Assembly. I also call upon WHO Director-General Tedros to invite Taiwan to observe this month's WHA. さらに、アメリカ議会の諮問機関は12日、報告書を公表。そこには「中国が新型コロナウイルスの世界的流行に乗じ台湾への外交・軍事圧力を強化している」との指摘が。その上で WHO も台湾排除に加担していると批判した。 そして日本の、ね、政権あの台湾の政権がですねこれどこが反対をしているかということはよくご承知の通りでございますあの大変あのその反対をしている国が影響力を行使しております台湾はですねかつてはこのオブザーバー参加をしていたわけでございますまあ、た蔡英文政権になって態度を変えてしまった という問題がありますそういう生成をなくしていくというのが、本来の WHO でなければならないわけでありますから、当然私もです、ね、その点、国際社会に向かって主張していきたいと日米をはじめ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、カナダなどから続々と支援の声が上がったと、台湾メディアは伝えている。これに対して中中国国は世界 台湾地区是中国领土不可分割的一部分。台湾民进党执政以来，顽固坚持台独分裂立场，拒不承认两岸同属一个中国，导致中国台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。W H O 総会直线的5月14日。

世界も巻き込んで展開される WHO をめぐる台湾中国のぶつかり合いその結末は。